ね、もうこいつマジで腹立つ。戦闘力ちょっと高いのも腹立つんだよな。なんでおめえから来いよ。もうこれ勝つわ。俺ぶっちゃけあの横火の対策分かったから。こいつ崖ゾゾされたら横火で復帰してきて、横火のあの崖ゾゾの事故狙ってんだろ。もう無理だから、それの対策分かりました。俺データスマブラだから。そんな舐めた横スマ当たらねえから。てめえは本当に俺を怒らせた、チー牛の分際で。どうせチー牛だろおめえも。これ横火だろ、狩るよ。ねえもうふざけんなよ、なんであれ当たんねえんだよあの横スマ。は調子乗んな、来いよ早く。はいバカ、お前言っとけど煽って速攻バーストされるの恥ずかしいからね。出せよマジで、分かった方がいいよそういうとこ。おお、はあもうすまじわれたぞこいつ。最後もお前しゃがんでんじゃねえよこのチーユもやしゴミ。これはいける、ぶっちゃけいける。いやでも小戦場か、これあれなんだよな、上投げ、台の上で上投げして空目確定させてくるやつやってくるんだよな。あの一定の戦闘力超えたドンキーがみんなやってくるやつ、あれせこいからね。リフコンって言うんだっけ。じゃああれに注意してこう。これは大丈夫さあ 87% 対 53%。 ちょぶっちゃこれね戦闘力勝ったらこれ危ねえだろお前それ。ああゴリバも来てるし危ねえこいつ。えっうーわね、あのクーラーのスタビリ当たっちゃうあれ、怖いと思ったらそこ来るんだもん。これ即場しないとまずい、ここで即場しないと負けが確定が確定してしまう。これは一旦もう外出そう、外出してしょってこう。いやだよなだよな、うんこれさ強いレベルのやつ通用しねえって言ってたわ誰かコメントで。いやもうこれはちょまずい、これ埋めて、はい下投げですわ。ちょこのドンキー常に気を張っとかないといけないし早いから、ちょ俺も必殺は使うわ、光風。もっと早く、相手の行動よりももっと早く僕が理解し反応し判断することができればやがて世界は止まって見える、それがクリティカルウィンドのうちの一つ光風。ダメだもう光風使えねえ。いやさっき実は他のやつに使っちゃったからさ、あれ一日にそう何回も連発できる技じゃねえんだよ、すげえ集中力を研ぎ澄ませる技だから。やばい、とりあえずこのパーセントでバーストしよう、速攻つこう。あっぶねえな、いやー 58% これ以上死ね。よしよしよし 58% これ全然5分、5分といって俺 178% くらいまでいけるからね、全然これは五分でしょ。うわやめて、ああごめん、ちょっと誰俺の、ねえこれ俺が悪いの、俺のレバガチャが遅いのこれ。はい今日の獲物見つけた、絶対勝つ、勝つまでやるから俺。てかまたでも小戦場か、終点来いや終点、時代は西と終点なんだよ。でこれなんかさ小戦場の方がマッチングしやすいとかいう仕様ありそうだよね。小戦場を優先ルールにしてるやつと連戦すると8割くらいの確率で相手のルールになる気がするもん俺。うわ 81% 対 30%、 ちょこれ突き放されないようにしよう、これマジ大邪魔だな本当に。マジか、うわねえこれきついマジで、終点でやりて、終点だったら絶対勝てるこれマジで、ネタじゃない、もう掴めないんだけど、もうその立ち回りされたら俺無理や、俺掴めたくなっちゃうから。特にこの小戦場だと大邪魔で、俺マジ小戦場だと実力の3分の1しか発揮できないからみんな知ってると思うけど。うわーちょっとそろそろこれ撃墜しないと、ねえもうこれめっちゃ釣られるんだけど、俺それ釣られちゃうんだってマジで、もう癖になってるから。俺手癖でスマブラやってっ
からさ、喋りながら、こんな喋りながらベラベラベラ喋りながらやってるわけだから、もうそれは手癖でしかやんないよ、できないよ。だから俺もうダメなの、あれもう伝えちゃうの、引っかかっちゃうの、あれみなもげり、だからなんでさで、なんであれジャンプ上がりにさ、会費入れ込んでんの、もうわけわかんねえよ、負けが確定やん、マジ終点でやらせろや、絶対勝つから俺終点だったら、しかもやばいやばい、なんかもう82番目食らってんの、こうかるぞ、あぶねえ、ちょ、サンタさんやばい、サンタさんやったら俺もう引退、いやでもやっぱしない、えもう次次次、うわー酸素やだな、こいつと酸素とか、もうこれ最初からクリティカルウィンドウ光風発動しようかな、みんな知ってる俺の必殺技、新技クリティカルウィンドウ光風、動画見てくれた、マジ最強技だからね、あれコメント欄でボロカス言われてたけど、キモいとか痛いだの、いやもうこれやるわ、行くわ、光風戦敵師匠、もっと早く、相手よりももっと早く僕が理解し判断し反応することができれば、やがて世界は止まって見える、それがクリティカルウィンドウの一つ、光風、ねえもうミスった、最悪なんだけど、もういい勝負してたやん、あそこまで、ねえこいつやめて、これシャレよね、シャレよね、よし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 、やっぱこいつの即死は大したことね、ねえやばいって、うーやだー、やめて、あぶねえ、やばい、これ本当にもうこれやらないと負けが確定する、え、だからサンスヤなんだよ、こうなるかな、俺今気づいたけど、これまだ1ストックも落としてないんじゃないのこいつ、ちょやばい、まず1ストックは落とす絶対、うーわな、こいつ全部全部読んでくる、あぶねえ、殺すぞこれ、一度取ったら俺も勝ちね、なんで知らないの、まだかよ、このおかげで殺すぞ、いやこれこれあれ、こいつ煉獄誘ってんだよ、これ分かってんだよおめえ、あれ煉獄行ったら逆に返り討ちに合うから、絶対落とすぞこれ、えラノさん対戦お願いします、ロボットか、最近ロボットもさ多いよね、ロボットと射撃ミーがめっちゃ多い気がするんだけど、これ分かる人いる、なんかロボットが多い分にはいいんだけど、射撃ミーが多いのすげえ嫌なんだよな、攻撃が当たんない、なんかキャッチした、いないんだよこれ、はいこっから始まるよ、オロンソムラが、えリバーチ早っ、インケン、俺もレバガチャ早いよ、でもインケンじゃないよ、俺は陽キャレバガチャ全員来たから、昨日も現に鳥貴族行った後ダーツバー行ってたし、しかもなんか俺がダーツしてるところ友達に動画で撮られてて、でその時撮ってたところが俺がなんかあのダーツでど真ん中のブルにピョーンって入れてるところでめっちゃイケてたから、その動画をね X とインスタグラムにフォローしてくれてと限定でアップしたところ、その投稿がめちゃくちゃバッて10万いいね、5万リップコメントくらい来てて、リプト、ちょっと待って、やめて、マジやめて、ちょ、本当に一旦やめてよ、てかなんかさ、俺がこの前なんか最近さ、動画で俺がなんかやられてもだえてるところ野々村議員に似てるとかって言われてすげえ嫌なんだけど、コメントでやめて、そういうこと言うの、こいつ強くね、やばいやつこれ、圧がすごいんだけど、このクエヌの、うわっ、やめて、ここだけ本当にマジで、ねえもう負けが確定しちゃうから、
全部決めてくれやん、あの台を貫通したクースター。こんなんされたらもう無理ゲーやん。そこいつなんかめっちゃ即死なってるっぽいし、これ矢神ライト並みに即死なってんだろ。もちろん俺も抵抗するで、王冠で。ね、もうすごい圧がいろいろ飛んでくる。え、もう全部これやん。なんでこいつさマジでこんな人をイラつかせられんの。そもそも俺最近イップスで勝てなくて戦闘力も落としてイラついてんのに、なんかさらにイラつく、余計イラつくんだけど。こいつやばい、これレバー戦法で、これお前どっちに対してるか分かんねえだろ。俺も分かんねえけど、はい完璧。もうお前のそのクソインキャコンボの攻略できてんだよこっちは。痛い、ねえこれそのバーガーに捕まるんだけど。もう分かった分かったから、いちいち煽んな、お前いちいち煽らないと気が済まねえのか。あ、危ねえ、またそのバーガーにしようと。もうこいつ冷静な判断力鈍らせる、イラつきで。その殺しな、もう分かったから、いちいちアホになって。もうダメだ、そしてイライラする。その舐めたキックやめろや。えマジぶっ潰すわこいつ本当に。あっ、ね、もうこいつここだとばかりに歴代の煽り全部詰め込んできてやがる。もうこれ始まったわ、もうもう。いい加減にしてやこいつ本当にさ。やってしまいました。うわこいつはやばい、こいつはやばいやつ。こいつ復帰阻止に命かけてくんだよな。はいはいはい、させないよ。もうせっかく最近さイップス脱却したのに、またこういうやつに。うわ今何すればよかったわ。うわちょっと待って、やめて。ねえもうこれ、もうこいつ完璧にとがめてくるんだよ。一回見逃してよ、くんな、上で待っとけお前マジで頼むから。よしよしよし、ここから反撃開始。131% 対 67%、 83% ブーメランスネーク。はぁ、あの技せこない、それせこいだろ。やばい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 、うわぁこれ埋めて、ねえねえお前やめろって。まあ、あ、まだ生きてる。そろそろ仕留めないとまずい。だからそれせっこいんだよ、その瞬間移動で攻撃してくるやつ。危ない危ない危ない、はぁ、あ、まだだ。うん、もうなんか来てるし、これ崖掃除されたら終わりやん。無理だろこんなん、レバーガチャしろや、レバーガチャしてやつ。あ、ええねえ、もうなんだんこいつ、腹立つ。よし、そうこれ1回だけ再戦してくれるんだよね。もうデータ取れてるから、俺データマンだから、もう4回くらい戦ってるからね。で多分これ次俺が勝ったらもう1回再戦してくれるから、2先や、これ2先俺が勝つ。マジで本気出す、小戦場だけど。でもこれそうだ、小戦場だと手塚ゾーンとかしてくるから、そう手塚ゾーンとかにもね警戒していかないといけない。さあここまで 71% 対 54% 食らいつけ。その PK サンダー、PK ファイヤー打ち下ろしてくんのに引っかかったら終わり。あっ、いやこれまだだ、かえくぐれ。
イエス、奇跡的な成果を。ピンケファイヤーうぜえな、あれ撃ち落とせくんの。こっちとりあえずガクソン投げてここで仕留めます。どうも今当たってる。ああ、強くの回避より終わっただよね。これダメなんだよね、俺近くで投げちゃうのね。分かってる、でもやっちゃうの。ここでマジ差つけられるんだよ、ここで差つけられるんだよいつも。でもここで差つけられたらいつもと同じ、俺は自分の殻を破る。終わんない気がする、狩るぞ。ああ、いや違う、今俺上様やった。これとりあえず埋めて。いやネバガチャすんのか、しないと思った。このレベルはミナモギリも必殺技が通用しないんだけど、うわやばいやばいやばい。え、終わった。あ、そういえば俺おとといトイレットペーパーとかティッシュとかあと食材がなかったから彼女と一緒にイオンに買い物行ったんだけど、その買い物がてらイオンの中にあるモーリーファンタジーっていうモーリーファンっていうゲーセンに寄ったら、彼女がなんか久しぶりにプリクラ撮りたいって言ってきて、いやもう俺お前とはプリクラとかもそういうのいいよって言ったんだけど、どうしても撮りたいって言うから、まあいっかって仕方なくねプリクラ撮ったんですよ。そしたらそのプリクラの俺がめちゃくちゃなんか漏れてて、もう過去一こんなに俺漏れたことないってくらい漏れてたから、そのプリクラをね、彼女のプリクラを X とインスタグラムにあの彼女の顔加工なしでそのままあのフォローしてくれてる時限定で投稿したところ、なんかその投稿がめちゃくちゃ、バチッて11万いいね、7万5000リプコメントくらい来てて、リプのコメントの内容もエクサシーさん、このプリクラ今まで見た中で一番漏れてるとか一番かっこいいとか、私が彼女を殺してその横に居座りたいみたいなね、なんか言ってたわ。やっぱ神か、そんくらい言ってるよね。だいたいそこら辺のホモヒカだったら俺即死コンボとかで秒殺できるのに、こいつは違ったもん。この強者特有の圧を感じた。でもこれ戦闘力神だとしてもキャラがキャラだから勝てるよ、全然あるよ。 DLC 版 SB だから全然勝てる。 34% 対 72%、 ちょ、この光が強いんだよな。マジやめて。そんなメテオできんの、最強じゃん。プロペラとか関係ないやん、やばい。もうこの光が、うわ、ちょ、これまずいこっから。